現在も強い日差しが届いてはいるんですが、気温は真夏日一歩手前の29度を示しています。ボートレース小島オーシャンカップの4日目です。迎えるカード8レース予選競争、1号艇には羽野直也、2号艇には吉川元博、3号艇には池田浩二、4号艇森谷美穂、5号艇寺田翔、6号艇田中慎一郎、以上6選手の対戦です。このカード2号艇の吉川予選突破厳しい状況ではありますが、他の5選手は勝負がけの一戦となりました。昨日の3日目は3コースからまっくり差しての初勝利、そしてここは白の枠番で登場となりました人気の中心1号艇の羽野。2コースが2号艇吉川で、センター3コース2番人気は3号艇の池田。昨日の最終カードをインから押し切っての初1着、そして4コース後方角1が4号艇地元の森谷となりました。その外5号艇の寺田、最アウト6コース昨日はイン速攻を決めた6号艇の田中、進入スタイルはスロー3.123ダッシュ3.456枠なりです。8レース予選競争、インから1番2番3番4番5番6番です。今スタートしました。センター勢0台前半、3号艇池田、4号艇の森谷、白1枠内側伸び返して1号艇羽野先制する、2号艇の吉川引いて間を割ってくる、3号艇の池田切り込んでくるは4号艇の森谷で向こう止めになりますが、トップ戦2号艇3号艇のマッチリスはインコース2号艇の吉川で、アドコースにまる3号艇の池田、内から4号艇森谷も押し上げて一緒にマークの世界、スタートは正常でした。トップ使い2号艇吉川、4号艇のコーデスタッと合わせる、3号艇の池田コーチ間を割ってくる、2艇1号艇の選手5号艇の寺田翔ホームに移りまして、先頭を抜けた2号艇吉川元博、2番とは3号艇池田コーチが一歩前、しかし至近距離で5号艇寺田、4号艇森谷、1号艇ハロー、2番手3番手4番手5番手僅差の状況、やってくる接近5号艇寺田、一体引いた3号艇の池田、切り込んでくる4号艇森谷、6号艇田中、アウト待って1号艇の羽野直也、2番手でまだまだもつれそうですけれども、一定死に待って3号艇池田、追速5号艇寺田、宇宙となって1号艇の4号艇森谷もついて最高峰6号艇田中、レースは2周目が黒攻防戦、同期による2番手3番手5号艇寺田が先行ターン、差し返し3号艇の池田、宇宙通って1号艇4号艇ホームに移りますが、2番手どうだ、3号艇5号艇の一騎打ち、インコース一定さばいて3号艇の池田、食い下がって5号艇の寺田翔、上段球は2さんが、しかしアウトコース飲み返す5号艇寺田、レースは接種目の1コーナー、激戦モードは2番手3号艇の池田が先行し盛り込んで1号艇4号艇が手が壁になった5号艇の寺田がさばいてこようとしますけれども、2番手なんとかに停止踏ん張って3号艇池田浩二、上段球は2さん号、ラストコーナーの旋回と向かっていきます。前提が0台スタート、0台後半、差し切った先頭2号艇吉川で、2番最後の対抗5号艇寺田を外かわす、3号艇池田ホームに移って、上田球は2番号、3連単オッズは 228.8 倍、先頭2番の吉川ゴール、2着3番池田、3着5番の寺田ゴール、1番派の4番森谷、ラストは6番田中がゴール。以上小島第8レースでした。